どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが12月13日の水曜日なんですけれども、今回の動画はコンオフタイガースの最新情報まとめです。 シーズン中は一人の選手にフォーカスを当てて、一本動画を作成することがほとんどですが、オフということで、広く細かい複数選手の最新状況をお届けしていこうかなというふうに思っています。各選手の細かな動きを知ることで、また違った見方もできると思いますし、一本見ていただき、有益な時間にしていただけるようにまとめていこうと思いますので、よかったらオフの情報収集にご活用ください。では早速お話をしていきますが、まずご紹介していきたいのが、来シーズン2024年、タイガースのスローガンが決まったという件についてです。 今シーズン2023年のタイガースのスローガン、もうここは皆さんご存知の通り、ARE、あれでしたね。まあ、このフレーズが流行語大賞にも輝くなど、改めて阪神タイガースが持つ影響力、感じる1年でしたが、来年2024年もこのフレーズは引き続き使用し、継続するという意味を持つ、ゴーズオンを追加、ARE、ゴーズオンですね。今シーズンのタイガースは岡田監督の理念のもと、優勝という言葉は使わず、あれと表現してきました。で、それぞれあれの頭文字、ARE、R e A はエイム、目標。R はリスペクト、野球や先輩への敬意。E はエンパワー、パワーアップ。 エイム、リスペクト、エンパワー、プラスそこにゴーズオン。まあ、特に最後のオンは岡田監督が頷く時などにも発するオンをね、連想させる響きにもなっていますが、まあ、改めて来シーズンもタイガースらしいスローガンになっている。でも、あれの部分は今シーズンから完全継続という形になりますが、それも岡田監督らしい理由が詰まっていて、変える必要ないからな。別に、3年連続一緒の時もあったやん。勝ってないのに。だからま、あ今年なんか勝って、別に変わったこと必要ないし、継続という意味ではこういうつけただけやから、一緒よ。気持ちは一緒やな。優勝 そして日本一になって変える必要ないわ。変えておかしくなるのも嫌やしの。変えることはないわ。みんなうまくいったって言ったらおかしいけど、いい流れで1年間やったわけやからと、いい流れは変えたくない。ここにも岡田監督らしい理由が詰まっている。そして岡田監督はこの1年、漢字1文字で表すと何になりますかと記者の方に問われると、1文字なんやろな。それは一番長いこと野球したから楽しいやろな。楽じゃなしに、楽しいで終わった。楽じゃなかったけど、やっぱり最後の最後まで注目浴びて野球できたからなと、このようにもコメント。まあ本当に 我々タイガースファンにとっても、この2023年は本当に楽しい1年になりました。で、ここも岡田監督の言葉を借りる形になりますが、決して応援する側としても楽なシーズンではなかった。ただとにかく楽しかったですよね。シーズン中痺れる試合何度もありましたし、日本シリーズなんてもう張り詰めるような空気感ずーっと7戦続いてましたから、まあ、その中で最高の形で終えることができて、まあ、来シーズン、あれ、ゴーズオン、継続して戦っていく。で、先日タイガースは新人選手の入団会見を行いましたが、岡田監督はそこで期待 期待してる選手について問われるとそら期待してる選手はいてるよこれは高校生なんかはな来シーズンからそうじゃなしにある程度近い将来でそういう選手もいてるしチームに加わったら他の選手にも影響力与えるって言うかなそれがチームのレベルアップにもつながっていくんちゃうそれは誰が活躍するとか今の時点では分かれへんわけやんかでもそういう新戦力が一人二人入ったら他の選手もだいぶやっぱり違ってくるよなとこのように言及まあとにかく岡田監督は来シーズンあれを継続していくためには新戦力の台頭ここを一番に求めています だからこそ新たに入団決めた選手の中で1年目から見出される可能性というのは十分にあるで先日の動画でもご紹介しましたが元々岡田監督はドラフト1位下村投手のキャンプ1軍態度を明言してましたただそこに加えてドラフト2位シーバ投手もキャンプ1軍スタートが内定ですだからやっぱりある程度上の順位の選手はな最近の傾向というかスカウトがこの56年取ってきた選手っていうのは備えして活躍して特に上位の門んなんかはずっと1軍で活躍してるわけやんか そういう即戦力で取ったっていう意味だよな。 だからそれはいい流れで来てるわけやから新戦力で一人二人備えしてそこに加わってくれれば当然チームとしてもレベルアップするしなとこのようにも言及確かに岡田監督のコメントにもある通り直近5年間のタイガースを振り返っていくと入団した選手がほんと1年、まあ、ないし23年の間にしっかり一軍の戦力になってくれるこの流れがほんとに多い、まあ、2018年ドラフトで獲得した近本選手や木並選手は1年目からぐっとね力を伸ばしてくれましたし2019年のドラフト組で言うと一番早かったのが及川投手、まあ2年 目目目かかららね当番数増やしてててくれて、まあ、2020年年年ドラフトなんて1年目からみんなんん1 1みが活躍佐藤藤選選手伊藤雅史投手手伊投中野選手は1年目で、新人特別賞賞を受賞で2021年ドラフトで見ていくと、ま、切り投手が今シーズン2年目ね、一気にぐっと力をつけてくれましたし、2022年ドラフト、森下選手が1年目から活躍。やはりこういった背景を岡田監督も知ってるからこそ、まあ、ある程度上位で獲得してる選手は、まあ、1軍キャンプスタートでじっくり見ていく。まあ、そういう考えを持ってるのかなと。ただ今後年が明け、まあ、そういった 新人入団選手たちは、まあ、合同自主トレといいうのが待っていますで、そこで去年、まあ一個事件が起きてしまったというか、痛いアクシデントがあったんですよね。それが体力測定中、森下選手が足を痛めてしまった。で、それによって元々内定していた1軍キャンプに帯同することができなかったと。だからこそ岡田監督は、アピールするなという言葉をよく使って、来年行われる予定の体力測定、一部メニューを変更させました。で、そのことについて岡田監督は、今の姿でええわけやかからら2月にユニフォーム着てそこから上手くなっていったら ええやんかそんなんははっきり言うてな森下みたいに怪我をするやつもおるしあれはアピールやろタイムが遅かったからもう一本お願いしますで怪我をするわけやんかそういうのはいらんて。 タイムでレギュラー作るんちゃうんやから、タイムが早いやつがレギュラーになるわけちゃうんやからと、このように言及。いやー、このあたりの改革も岡田監督らしいですよね。まあ、新人合同自主トレに限らず、まあ、今まで当たり前のように組まれていたメニュー、ただそこに目をつけて、まあ、必要ないものは継続せんでええと。これらで怪我をしてしまうのが一番もったいないと考えているからこそ、すぐに目をつけて変えることができる、まあ、岡田監督らしい動きの速さですよ。で、そんな昨シーズン、まあ、ちょっと悔しいスタートになってしまった森下選手、今年一年活躍を見せ、 18日、まあ、日本テレビで喋りセブンね、放送されますけれども、そこにタイガースの選手たちが出ます。まあ、改めて1年間楽しいっていうね。我々ファンとしても改めて感じることができるイベントですが、で、森下選手はその喋りセブンの収録を終えて、暴れたつもりはないですけど、暴れさせられました。楽しみにしておいてください。やることはやったっすと、このようにコメント。改めてしっかりタイガースに溶け込んでくれてるなっていう風に感じます。で、そんな森下選手も来年からは先輩という立場になります。まあ、元々年下の選手はちらほらいますが、まあ年数で 的なところで考えていくと森下選手は2年目になりこれから入ってくる新人選手にとって森下選手はプロで1年先輩になるだからこそ森下選手はなるお浜で早速新人選手たちと対面したんですがそこでちょっと森下選手やらかしちゃいましたというのもルーキー松原投手森下選手の方がプロでは先輩になりますが実は松原投手の方が年齢1個上なんですよねでこのプレー球の世界まあ、年数よりも年齢の方がね、まあ、優先されると言いますか特に信頼関係が出来上がってないうちは経営、まあ 英語からのスタートになると思うんでそこで森下選手はいきなりタメ口で話してしまったとでそのことに対して森下選手は松原さん、1個上なんですよね全然知らなくてタメ口で話しちゃいました。 普通に入ってくる選手は下だと思ってたんで、後で謝りに行かないといけないですと。まあ、これも森下選手らしいと言いますか、まあ、それで松原投手が怒るとかね、そういうことはないと思うんで。このオフも森下選手らしさが伝わるエピソード満載ですが、来シーズン2年目、一体どういう活躍を見せてくれるか。で、最後になります。そんな森下選手との一幕があった松原投手、まあ、入団会見終えた後、まあ、すぐにね、入寮しまして、練習を開始。緊張して5時半に起きました。チームに必要なピースになって、支配下を目指したい。そこから争いに勝っていけるよ。 頑張りたいと、まあ、やっぱり松原投手は育成入団ですからまずは激しい争い勝ち抜いて支配下枠に上り詰めなければいけないだからこそできるだけ早いスタートを切ろうということですぐに動き出しましたでそんな松原投手春のキャンプで目指すのはジェフ・イリアムスカウトへの弟子入りです キャンンプににににに来らられれたら聞きに行きたき行い令和のののの JFK K 一角にななるよよううは下の名前が貝なんでとこのようにコメント松原投手は2020年フォームに悩んでいたことでオーバースローからサイドスロー気味のフォームに転向でそれによって急速も上がり見事プロからの指名を受けたわけなんですがさあそのキャンプではウィリアムズさんの弟子入りというのはあるかそしてもう一人松原投手と同じタイミングで動き出したのがキャンプ一軍内定させているシーバ投手です岡田監督は新人選手に対しとにかく焦ったらあかんよとこういう指令を出していた中で キャッチボールなど軽めの練習で約2時間体を動かしました。で、シーバ投手のフルネームはシーバ強吉なんですが、サインにも強吉このように一文字力強く書き込みます。まあ、普通サインは名前を崩して作るのが一般的とされますが、シーバ投手は誰の目にも強吉と読めるようにペンを走らせる。サインは誰のものか一目で分かった方がいいというのは聞いたんで、崩したのは考えられなかった。シーバと呼ばれるよりは強吉かゴーって呼ばれる方がいいですと。いやーこういったエピソード一つ聞いてても何か熱い男なんじゃないかなっていうのを感じますよね。 岡田監督が来シーズン一番求めてるのは新戦力。まあ、特にピッチャーというのはね、本当にタイガース入れ替わり激しいですから、新しい選手が見出される可能性十分にあります。それぞれの選手が一体どういうスタートを切ってくれるか、引き続き注目していきたいなと思います。はい、ということで、今回の動画ではタイガースの最新情報をまとめ、岡田監督が新たに明かした新人選手の運用プランについてお話をされていただきました。まあ、現時点では下村投手とシーバ投手が一軍内定という感じですが、もしかしたらまた新たな形も出てくるかもしれません。 その中で新人選手が一体どういうスタートを切ってくれるか注目していきましょう皆さんはタイガースの最新情報をまとめどのように感じましたでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいですということで以上今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいですこの動画が面白かったためになったと思っていただけた方はよかったらチャンネル登録グッドボタン押していただけると嬉しいです皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者5万2100人突破いつもありがとうございます皆さんのご視聴コメント高評価チャンネル登録が励みになってます 次は目指せ。チャンネル登録者5万3000人ということで、今後とも阪神情報客、何とぞよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホー、ありがとうございました。さあ、早くも新入団選手たちが体を動かしています。1年目からどういう活躍見せてくれるか、楽しみにしていきましょう。ではまた。